カール・アロイス・ヨハン・ネポムク・ヴィンツェンツ・フォン・リヒノフスキーは、ブランデンブルク・プロイセン領シレジア地方の上級貴族、大事主、公爵。神聖ローマ皇帝の宮廷で自重として仕えた。同時代の大音楽家、ベートーベンの講演者として知られる。ヨハン・カール・フォン・リヒノフスキー公爵とその妻の、カロリーネ・フォンアルト・ハンの間の息子として生まれ、1788年に、 父から公爵家の家徳を継いだ。1776年から1782年までは、ライプツヒとゲッティンゲンで法学を学んだ。ゲッティンゲンに滞在中に、音楽理論家のヨハン・ニコラウス・フォルケルと知り合い、その影響で、ヨハン・ゼバスティアン・バッハの楽曲の原稿を収集するようになった。リヒノフスキー公爵自身も優れた音楽家で、特に室内楽などに加わって、 演奏を足しなんだ。このこともあって、彼は新たに結成された、弦楽四重奏団のリーダーであったバイオリン奏者のイグナーツシュパンチヒを引き込んでいる。この弦楽四重奏団には他に、ビオラ奏者のフランツ・バイスや、チェロ奏者のニコラウス・クラフトもいた。リヒノフスキーは、最初、モーツァルトを経済的に援助し、1789年には、彼をベルリンへの演奏旅行に連れ出している。 またモーツァルトに対して、個人的に金を貸していたが、モーツァルトに返済する能力はなかった。リヒノフスキーはモーツァルトを告訴し、モーツァルトの死の数週間前の1791年11月9日に、オーストリアの下級裁判所はモーツァルトに対し、公爵に1 4 3 5フローリンその他を支払うことを命じた。裁判所はモーツァルトが、 ウィーン宮廷から支払われている年俸800、フローリンを差し押さえることを通告している。公爵はまた、ベートーベンの最も有力な講演者の一人に名を連ねた。1796年には、ベートーベンをプラハ、ベルリンへの演奏旅行に連れ出している。1801年から1806年の間、リヒノフスキはベートーベンが定職を見つけるまでの約束で、 年額600フローリンの手当てを与え、また、イタリアの弦楽器意識も与えているが、ベートーベンが就職することは、ついになかった。しかし1806年に二人は、大喧嘩をして決別する。リヒノフスキー家の所領に滞在中だったベートーベンが、公爵下で催された、フランス人士官たちの歓迎会で演奏することを、拒んだことが原因だった。1809年、 個人的には、ベートーベンと仲違いしたままだったにもかかわらず、ルドルフ大公及びフェルディナント・フォン・キンスキー公爵と共に共同でベートーベンの年金を支給することを約束した。ところが、ナポレオンのウィーン新軍などの政治的混乱から年金が滞ったため、ベートーベンは後にリヒノフスキーとキンスキーに対して訴訟を起こしている。ベートーベンはピアノ三重奏曲、 アイジェルドの歌劇、水車小屋の娘の主題による9つの変奏曲、ピアノ・ソナタ第8番、ピアノ・ソナタ第12番、公共曲第2番をリヒノフスキーに検定した。1788年11月24日にトゥーン・ウンとホーエンシュタイン伯爵家の礼場、クリスティアーネと結婚した。クリスティアーネ公爵夫人も、ベートーベンの熱心なファンだった。 ギボのビルヘルミーネもモーツァルト及び、ベートーベンの支援者であり、また、義兄のアンドレイ・ラズモフスキー伯爵も、ベートーベンの重要な講演者だった。死後、公爵家の家督は、長男のエドゥアルトが継いだ。リヒノフスキー公爵は、かなりの女性好きだったとされ、社交界のある女性は、皮肉屋の堕落物で、恥知らずの臆病者とまで述べている。 クリスティアーネ公爵夫人はこれに苦しみ、売春婦に変装して夫を驚かせようとしたこともあった。1814年の死因も性病が原因とされている。ありがとうございます。